どうもメルトンです。今回はミラがバンされすぎてゲーム内で全く使用できないということでミラを使っていきたいと思います。で、今日に関してはみんなこのキャラ試せないと思うから、もう信じるか信じないかじゃなくて信じるしか道はないんですよ。だから俺が適当に最強とかね、ダメージ500ぐらいありそうって言ってもね、そっかーっていう風に信じるしかないんですよ。まあ真相は闇の中に葬りながらねやっていきたいと思います。で、小技見つけてしまったんですよ。これ屈伸張り、もうこの高速屈伸張りをすることによってミラが割れてもあのミラの前で戦うことができるんですよ。いやこれね、実話だからね。これね、テルミットとか火花とか貼るポジションとか密閉されたとこに貼るとあれめちゃめちゃ強いんですよ。もうここだからなんか、わこいつまた変なの紹介してるよ、やめてくれよみたいになってるけど、これテルミポジションとかに貼るとめちゃめちゃ強いからね。あ、これは闇にしないから、お、どいてくれ頼む。いや動いてんならどいてくれよ。いやもうね、電車の入り口でよくいるこういうの、もう絶対に動かない人。あ、やだ壁ドンしちゃってる。あ、お、これちょっと、お、何何お前恋しちゃってんだよ俺に、やめてくれよ、壁ドンして恋すんなよ。あの大人気 FPS ゲームが恋愛ゲームに登場みたいになっちゃったよ、やめてくれよ。なんで片番だよ、キモい。俺は女の子と、あ、そんなことダメだ、そんなこと言っちゃダメだ、ファンの方が悲しむ。やっていくぞ、まあ、とにかくねこのしゃがみ張り強いから。そういえば最近ね、メルトンの言ってることほんと意味わかんないから翻訳のしとくわっつって翻訳載せてくれてる方がいるんですけど、いや俺この鼻毛みたいな文字わかんないわ。いやでも字自体はねすごいかっこいいと思う、すごいスマートでイケメンだと思ってるけど、おい、そういうかっこいいと思ってるんだけど、いや俺ね鼻言語別に喋ってないんだわ。もうね、俺の言葉が日本語に聞こえてないね人たちはね、 CG で義務教育終えてる人たちだと思うんだよね。いや俺のチャンネル登録してるね16万人の人はね、もう義務教育 CG で終えちゃってるから、もうちゃんと俺の動画が日本語で聞こえるようになるまでちゃんとね義務教育やり直してください。もう本当にちゃんとね学びは大事。あ、なになに、あ、やめて、真相が闇の中に、いやさせないぜこれだけは、お前許さねえぞ。もうね義務教育のね敗北者とかに言ってる場合じゃないですよ。危ない、学べばね俺みたいになるんで、学ぶ、いや学ぶべきですよ。いや、あいつは分からせる、俺の動画が日本語だということはあのスレッチに分からせてやる。いや、このねミラ割れた後ね強い理由ってね、ミラの下で捕服できんだよ。何、ちょっと待って、 それは先さばくぜ。おい、力を貸してくれ。あーけー、いやもうねこれはね膝の中のサラダ油の量で勝ったね、もうこの滑らかさで勝った。もう65歳みたいなね膝してたらそれは負けちゃうよ、俺勝ち。もうちょっと守ってる場所がブサイクボムロケーションすぎて、もう小技ガン無視でもう世界レベルのミラー貼っといたんで許してください。あとね、最近みんなからね、メルトンさん、もしかしてネタでも切れちゃったんですかとかね言われたんですけどね、まあ確かにネタは有限だけど俺は無限大だから、俺のことねバカにしすぎですよ。俺はね無限大の男なんですよ。もうね舐めないでください、物理的に。やばいやばいやばい、世界レベルのアイム、やばいやばい。あ、このエイムはもう G2 にもエンパイアにも勝っちゃう、この世界大会優勝レベルだわ、やばすぎるこれは。もうね舐めないでください、かかってこい。これはねもう最強のミラポジなんで、ちょっとやめて、なんで開けたの、弱す、強すぎるだけど、強いって。上から聞こえる、おい、うまい、これはうますぎ、上がっていくか。まあね最近はねもう Google 先生にもね検索ワードで海岸線って検索すると候補にブルーバーフロストマットって出てくるようになったから、もうねそれは何かっていうと俺の大会のやらかした瞬間のキーワードなんだよ、海岸線ブルーバーフロストマット。これが Google の検索ワードに出てくるようになっちゃった、もうやだ、逃がして僕をどこにやばい、頭がおかしい。そんなことはない、こんなに一人で喋ってるのがやばすぎだって。やっぱりいるじゃないか、おい、ハバナダウン。いやもうソーリージャパニーズ、本当にそれは俺倒しちゃうわ。俺はねもう逃げる
小学生みたい。俺もう逃げる、やばすぎる。これはピネガキレベルだ。どうしよう。もう頭の中チェンジマージしたいわ。もう頭入れ替えたい。あ、いや、やり損ねた、やり損ねたぞ。今正直者すぎた。やり損ねた。痛い。いや、ワンパーな作り。いや、俺が気引いてるぞこれ絶対。いいね、こういうの大事だよ、車線増やすの。いいねいいね、これ詰めるぜ。待って、浜沢はやばい。あれすー、いいね。いや、こういうことなんだよ。もうね、物理的にみんな舐めすぎだから。もう俺はね、この世界だったら最強なんで、お願い許して。本当に小技使ってないけど、俺は検索エンジンに煽られようとも、人類に煽られようとも、俺は強く生きるぞ。もうね、でもなんで44なの？もうソロランやってるとこれ多すぎなんだよね。もうなんか30とかで余裕の、まあ30じゃなかったけど、もう30とかで余裕な場合とかでも、何お前30で本気出しちゃってんの？焦ってるとか恥ずかしすぎだろ、わらみたいな感じでなって、44とかなって、どうしよう、まずいまずい、このままじゃレート落ちちゃうってなって、焦ってんの、ほんと見てると、なーってなる、もう。出産した時の声みたいになるから本当にやめて。もうね、出産しそう、男だけど俺。もういつもね、ソロランでね、殺叫してるわ俺。44とかになった時もなんか、お腹蹴ったみたいな感じになるからね、いつも。あ、ナイスカバー？それは気づかなかった俺。ほんとね、腹痛が絶えないね。もう、お腹が痛いってなる。来た。ちょっと待って、誰かカバーしてお願い。スモークくん、ガスを投げる準備をしてくれ。ちょっとも、周りに脱出。証券いそうじゃね？いないね。いや、吹き抜け、バレずに、吹き抜け倒しに。あ、帰ってきちゃった。逃げなきゃ。待って。うわ、危ねえ。これマジベクターだから助かったわ。おお、下からこれ裏取るか。いや、任せろ。俺はお散歩見らせるぜ。いや、吹き抜けのやつを、吹き抜けのやつをもうしばきまくる。いや、俺はな、もう負けたくないんだよ、ソロランのこの。待って、やめて。あ、余裕でしょ。5-2で負けたくない。待って、本当にやめて。5-2とか余裕だろうとか言って飛び出しまくるの、本当やめて。あ、やばい、構えるよ、あいつ。うわぁ、待って、俺のこと潰さない。逃げる。これは逃げるぜ。いや、3-2だ、落ち着け。あと1人はモンターニュとかいう、もう、仏像だぞ。まあ、黙ってれば死ぬぞ、あいつ。マジで、みんな生きててくれ。何焦っちゃってんのみたいなんで、ほんとやめて。本気出せ。3-0だからこそ本気出すんだよ。4-0目指せ、4-0。待って、マジで。ナイス、君は好き。愛してる。いや、もう負けたくないんだ、ほんとに。マジで。あ、もうね、何焦っちゃってんのみんな。恥ずかしすぎでしょ。余裕だわ。あー、余裕。ほんとね、焦るとかね、恥ずかしすぎだから。いやー、もうほんと怖え。また延長戦で小技使うとこ全くないけど、俺の無限の可能性ってのをね、見せてやるよ。俺がすば、え、左耳からパカの声が遠くから聞こえた。あーっていう、延長戦で緊張しすぎてグレネード強く握りつぶしちゃったーとか言ってそう。どうした、肩の力抜けよ。簡単だろこのゲーム。いや、もうね、俺のことをね、無限大だとね、思ってない人たちはね、きっとね、確率も 100% までとかね、勘違いしちゃってるからね。ほんとそういうかわいそうな人たちだから。俺はね、常に無限大だから。あ、まあね、 CG もね、若干俺に近いとこあるからね、もしかしたら無限かもしれねえ。なんかさ、若干さ、 R4C のさ、弾丸みたいなのが間違い飛んできた気がするんだけど、俺は逃がされない。俺は知ってんだよ、お前が待ち合い突き上げようか悩んでたところ。待って。いや、まず非常階のね、音聞いてるんですね。いや、ピアノリアンはちょっと無視。いや、これでね、もう余裕で勝てるんで任せて。延長戦はここは俺強い。ちょっと待って、なんで1-3になっちゃったの。またおいしゃ。いや、ピアノリアンいるの知ってるぜ。降りた。いや、待って、上がりきってる。いや、上がりきってない。上がりきったか。上がりきったっぽいな。任せろ。いや、まだね、ポイントあるからねとか思ってそう。ふざけんなよ。
余裕ねえんだよ。あれどこ行った、どこ行った、待って、どっか行った。非常階ディフューザーまだ拾ってなかったのか。何焦っちゃってんのみたいな感じで味方見てそう。焦ってんだ、俺本気出すぞ。はい、逃がさねえ。待って左。おお、ということでね、もう世界レベル見せちゃったとこで、もうね、この延長マッチポイントのね、先はもう見せないということで、メルトンでした。バイバイ。強強とか言ってる。もう焦ろ、もっと。